練馬区議会議員の佐藤力です佐藤力チャンネルをご覧いただきありがとうございますタイムリーなネタを分かりやすくお伝えしていきます今回は持続化給付金の申請窓口について解説いたします持続化給付金とは新型コロナウイルスの影響で売り上げが半減した企業などを対象に最大200万円給付するというものですまずはすでにご存知かもしれませんが制度について簡単にお話しいたします対象は 前年同月比の売上が50%以上減少している中小企業フリーランスを含む個人事業者医療法人、NPO 法人社会福祉法人などで給付額は昨年1年間の売上から減少分を上限として法人は200万円個人事業者は100万円まで給付されます。給付額のの算定方法は昨年の総売上から 前年同月比で50%以上減収となった月の売上を12倍した金額の差額となっていますまた持続化給付には特例がありますここでは2つご紹介しますまずは創業特例です2019年に設立した法人が今年のとある月の月収が2019年の平均月収と比較し50%以上減少している場合特例を適用できます2つ目は季節性収入特例です 収入に季節性があるなど、特定期間の事業収入が年間事業収入の大部分を占める事業者については、2つの適用条件を満たす場合、特例を適用できます。詳しくは説明欄にリンクを貼っておきますのでご覧ください。現在、私のところにもご意見が寄せられていますが、売上の減少率が50%をわずかに満たない方や、今年創業して昨年の売上がない方、 雑所得や給与所得で申告しているフリーランスの方は、現行ルールでは給付対象となっていません。本日の新聞にも掲載してありましたが、今週中に経済産業省がこういった方々の対応策を出すとしています。出ましたらまたツイッター等でお知らせいたします。最後に事業スケジュールです。申請期間は来年の1月15日までで、給付は申請から約2週間程度で行われるとのことです。ちなみに申請にあたっては、 今年の1月から12月までの間に、前年同月比で50%の減収となった月が1月あれば申請することができます。まだ50%の減収がない方や、給付額を計算して満額にまで至ってない方は、少し申請を様子見るのもありではないかなと思います。今月から申請受け付が開始されましたが、すでに11日までに70万件以上の申請があり、そのうち約2万7000件、 およそ330億円が給付されたとのことですこれまでの申請方法はインターネット申請のみでした私のところにもインターネットでは申請できないから何とかしてほしいとのご意見をいくつもいただいていますそのうちのお一人には申請のサポートを懇願されたので手伝いましたその時は書類さえ揃っていれば30分もかからず非常に簡単に申請することができましたただ やはりインターネットを活用できない方も多数いらっしゃいますので昨日5月12日から申請をサポートする窓口が設置されました会場はまだ限定的ですが23区内は千代田区、港区、大田区内に会場が設置されています利用にあたっては予約が必要でインターネットまたは電話で受け付けていますまだ周知が行き渡っていないためか現在は予約は空きが多数あります ただ今後混雑が予想されますのでお早めの予約をお勧めします詳細は説明欄のリンクをご覧ください今回は以上となりますご視聴いただきありがとうございましたぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします